こんにちは <laughs> え。何してたんですかあ、そうなんだ。<laughs> 私は、なんか、ゴロゴロしてました。<laughs> でも、それ、緒のことですよね。暇してたのと。<laughs> えあの、おいくつですか ?21 歳。ああ、そうなんですね。<laughs> 同い年です。私も21です。<laughs> ですか？それとも専門生とかあそうなんだ <laughs> そっかそっか今はじゃあもう専門卒業して社会人やってる感じですか <laughs> いやすごい <laughs> なんか社会人やってる人ってなんかなんだろう大学生よりもすごいかっこよく見えます <laughs> えなんだろうなんか 自分よりも一歩先に大人になってるって感じがして。<laughs> 20二十歳超えたから大人になるわけじゃないじゃないですか。だからなんかすごいもう働いてるんだなって思うと、尊敬しちゃうなって思って。<laughs> はあ、え、なんか私、初めて話す感じがしないです。 <laughs> なんかずっと前から知り合いだったみたいな感じがする。あ落ち着きますね、話すと。話しやすいです、すごく。えへへへ。はぁ、あ。え、今日は何してたんですかあ、今日、そっか。そうなんですね。出勤してたんだ。えぇ、ー、やっぱりすごい。私は、なんか、バイトとかも今日なかったんで、ネットフリックスとか、<laughs> ちょっと見ちゃいました。<laughs> えへへ 好きな男性のタイプですかえー、なんだろうな。でも、なんか、<laughs> 具志堅洋子さんとか結構好きです。<laughs> なんか、ちょっと天然さんな感じのところとか、うん。イケメンとかそんなに興味ないかもしれない。でもいい。<laughs> うん。え、好きなタイプは <laughs> 橋本環奈ちゃん。<laughs> そうなんですね。<laughs> もしかしたら結構メイだったりしますえ、そんなことないえ、他のタイプはえ私みたいな人ですかえ <laughs> まだ全然電話で話してないのに <laughs>。え、でもなんか私もなんか好きなタイプもう一人って言われたらなんかあなたって答えてました <laughs>。めっちゃ私たち気合いません <laughs> なんかもうすごい会いたくなっちゃいました、今。はい。 すごいなんか、会いたくなっちゃった。どうしよう。い。い。私ですかえ、誰にって言われるかなうん、でも、なんだろうな。でもよく私が言われるのは、誰だろう。うん、女優さんとかだと、誰かな やっぱ、広瀬すずちゃんとかいや、えー、でも全然なんか、多分ボブだからだと思うけど、なんか <laughs>、言われることとかたまにありますね。自分では似てるかどうかわかんないけど <laughs>。ていうか、私たちなんかビデオ通話にしてるのにお互い顔写さないから全然わかんなくないですか <laughs> でも恥ずかしいからちょっとお互い天井のままでいましょうね <laughs>。天井見つめ合いましょう <laughs>。あ、ちょっと待って。 聞こえますかえ、あれれさささんいいさんいいさん,いいさんいいあ切られたか。